こんにちは。こんにちは。じゃあ今から施術をしていきたいんですけども、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。腰痛とあと肩こりがひどいです。腰痛と肩こりってどっちの方が辛いでしょうか。腰痛の方が辛いです。いつぐらいから。出産した後から痛いですね。だいたい何年ぐらい前とかになりますか。8年前、7年前ぐらいです。そこからずっと腰痛。そうですね。結構長い症状ですけども、それまでは何か整骨院に行かれたりとか整体とかは行かれたりしましたか。出産後半年間は行ってたんですけど、整骨院うに。んうで、その後はちょっとやめて、んうんうんで、7年、6年ぐらい空いてるっていう感じです。なんで辞めてしまったんですか。忙しいっていうのもあるのと、あと効果があんまり、通い続けないとなかなか改善していかないっていうのがあって、ちょっとやめました。なるほど。肩こりもその時一緒に見てもらってた。一緒に見てもらってました。で、まだちょっと腰痛は残ってるという。残ってます。なるほど。かしこまりました。あと、どういう時に腰痛出てきますか。長時間歩いてる時とか、あと買い物の時とかで、家に帰ってから痛いってなるって感じです。毎日？ほぼ毎ほ日ぼで毎す日でね。すか。週末が特にひどいっていう感じです。なるほど。かしこまりました。なんとかしていきますので。はい。じゃあ、まず動きの確認をしたいんですが、まずは首からできる範囲でいいので、ぐるっと回してみてもらってもいいですか。逆回してみてもらって、今動かした感じは突っ張る感じとか痛みが出るとか、そういうのはいかがでしょうか。なんか回しづらい、動かしづらいっていうのがありました。じゃあ、今度横向きになっていただいて、ゆっくりと首を下向き、上向きってやってみてもらっていいですか。この時はどうでしょう。下向き、上向きの時は突っ張り感とか。上向きの方があります。ありますか。じゃあ、今度はですね、肩幅し開いていただいて、できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。まずは前からいきましょうか。じゃあ、手を添えて、後ろにゆっくり反ってみてもらってもいいですか。今、腰痛み出るとか、そういうのはいかがでしょうか。腰ちょっと痛かったでちょっとす。痛かったですか。反った時の方が痛いですか。そうですね、反った時の方が痛かったです。あと、なんか意外と硬かったですね。めっちゃ硬いです。昔から。昔からめっちゃ硬いです。かしこまりました。じゃあ、今から全部見ていきますので、横のベッドに移動お願いします。ゆっくりと左に向きましょうか。楽にして、だらーんと肩の力もだらーん。で、右向きます。また楽にして、肩の力だらーん。ちょっと座っていただいてもいいですか。足を伸ばしたまま座りください。ゆっくりと胸を張ってもらってもいいですか。後ろにもたれてきてもらって、首の後ろ、ここで両手を組んでいただいてもいいですか。指と指をしっかりと結んでおきましょう。下向きます。顎を引いて、一旦脇を閉じましょうか。で、ここから胸を張って、で、もう一度脇閉じた状態、後ろもたれます。顎を引いて、もう一度脇閉じて、もう一回背中丸めて、後ろにだらーんと、肩の力だらーん。はい、OK、手を下ろしましょうか。下向いたまま、顎を引いて楽にしておいてください。これでですね、最初と同じように首ゆっくりでいいので、ぐるっと回してみてもらった感じでいかがでしょうか。さっきより大きく回る気がします。下回しや向き、すい。上向きはどうでしょうか。動かしやすいです。よかったよかった。ちなみに最初の突っ張りとかが10割としたら、今何割ぐらい残ってるんだって、感覚的に。感覚的に10割やったら今残ってるのですか残っね。てるのが。残ってるの3割ぐらいですかめっね。ちゃいいじゃないですか。よかっだたよかっいた。ぶ軽くおこう動かせるようになりました。お。OK です OK です。では両足を伸ばしておいてもらって、足を伸ばして。全体的にもうちょいだけ前に行きましょうか。前に。左足を曲げます。膝曲げて、曲げて。ちょっと両手をもらいますよ。ちょっと引っ張ります。
両肘曲げて、はい、ではですね、大きく息を吸って、はい、はい、吐きましょう。今度逆向きでお願いします、はい、右足を曲げといてもらって、はい、こっち伸ばしましょう、はいはい、でお尻ちょっと前、はい、手引っ張りますよ、はい、両肘を曲げたままゆっくり倒していきます、はい、大きく息を吸ってゆっくり吐きましょう。ふーっと。じゃあ今度上向きで寝ましょうか、はいはい、足伸ばしたまま、はい、ちょっと骨盤周りを押していきます、はい、左手をもらいます。手を上げてから、はい、腕の力ダーンと、はい、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふーっと。手を後ろに回します。はい、肘曲げて、ゆっくりと後ろにもたえましょう。今度は反対側で寝てもらってもいいですか、はい、右手をもらいます、はい、腕の力だらーんと、はい、大きく息を吸って、はい、吐きます。手を後ろに回しましょうか。肘を曲げたまま、はい、ゆっくりと後ろにもたれます、はい。右手をもらいます、はい、楽にしておいてもらってだらーんと、はい、今度左手をもらいますね、はい、楽にしてだらーん、はい、
いですよ、ゆっくりと起き上がってください。全部施術が終わりましたけども、はい、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？はい、全然大丈夫でした。よかったです、はい、じゃあまた動きの確認をしたいんですが、はい、また最初と同じように首をぐるっと回してみてもらってもいいですか？はいはい、逆回して、はい、今首は動かした感じいかがでしょうか？はい、最初と全然違います。お、どんな感じで違いますか？はい、軽くくるって回せます。最初は結構こう頑張って回した感じはあったんですけど、うんうん、はい、今はもう普通に軽くくるって回せます。よかったです、はい、じゃあ今度横向きになっていただいて、はい、ま、首を下向き上向きってやってみましょうか。下向き上向きはいかがでしょうか？下向き上向きも最初突っ張ってる感じがあったんですけど、うんうん、今は全然もう普通に軽くこう上向いたり下向いたり、うんうん、はい、すぐできます、はい、よかったです、はい、じゃあまた肩幅足開いていただいて、はい、できる範囲でいいので前と後ろ前屈と後ろ後屈をお願いします。はい、お、届きました。お、届きましたね。届きました。お、すごい、すごい。お、大丈夫ですか？ゆっくりとね、無理せずに。お、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、もう一回ちょっと ゆっくりやってみましょうか。はい、無理せずにね。あ、はい、できる範囲で大丈夫なんで。はい、あ、つきました。うん、オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあ手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。はい、オッケーです、オッケーです。今、痛みはいかがですか、腰は。全然ないです。はい。よかったよかった。めっちゃ軽いです。はい、痛み取れてますか？あ、取れてます。はい、よかったです。はい、矯正術を受けられてなんですけども、はい、全体的な感想っていかがでしょうか？はい、短時間だったんですけど効果がすごくて、体が軽くなったのと柔らかくなったのですごい動きやすいです。あ、はい、やってよかったです。あ、よかったです。はい、よかったです、はい、ね、よくなってて何よりですね。はい、はい、じゃあ今日一旦ここまでしておきますので、はい、一度これで様子見ていただいてもいいですか？はい、ありがとうございました。